さんに温泉に行って宿泊に来ましたよ。ね。一応そこに看板あります。押してあげて、そうちゃん。お願いします。そうちゃん、そうちゃん、ほら、そうちゃん、そうちゃん、押してあげて、そうちゃん。オッケー。はい、じゃあ、ありがとうございます。完全プライベートな温泉プチ旅行をお伝えしていきたいと思います。案件じゃないよ。はい、ということでお返しからしていきたいと思います。本日は梅泊でございますね。行きますね。じゃら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 マッサージチェア。ここはもうバリアフリールーム、ちゃんと車椅子の人も入っていいっていう部屋になってます。ねえ、スリッパちょっとどけていいですか。スリッパちょっとこっちにスリッパどけて。うわ、あ、えらい。そうなの、えらい。え、ちょっと、今マコちゃん通れないからちょっとどいて、そっちに通ります。こんな感じで、はい、皆さんお部屋紹介です。はい、こちらお部屋になります。はい。やばい、待って。俺の床がどれ。脱いちゃった。これ。赤ちゃん。え？脱いちゃった。まだ脱いじゃダメ？はい、いい、いい。こっちるか？はい、いい。はい、で、こっち。はい。で、こっちが、やっぱベッドじゃないと寝るの大変なので、ベッドもこちらにありますです。え、こっちにもちゃんとテレビでっかいのあるんだね。うん、すごくない？コキある。あ、あー、なるほど。え、いいよ、気にしないで。洗面台でちょっと風呂、お風呂ここちょっと段差があるけど、そんな大丈夫そう。こんな感じ。はい、まあ、まあ全然素晴らしいです。まあ一人で泊まるわけじゃないから、海外の人とかいれば。でも全然お湯は一人で入れるけど、うんうん、ちゃんとこれお年寄りの方というかね、足腰の弱くなっちゃった人もしっかりこう、まあ例えば大浴場がある宿でもやっぱ歩いてくの大変だったりするからね。そうそうそう。まあ、ただ今回は、うん、この宿自体すごい大、あのお風呂もいっぱいいろんな種類があるのと、貸し切り風呂をしたので、後でからまた貸し切り風呂どんなのかまだ見てないから行きます。はい、次トイレ。まあ、あとはね、コーヒーとかもあります。もう来てます、カズシ。カズシがもう来てます。トイレこんな感じ。わ、もう十分、うん、広いよ。素敵素敵、広い広い。あとやっぱ木の顔、木がね、こう温かみがあっていいですね。杉、杉、杉、御殿森さん、すごい。あ、ほら、こんな感じ。持ってきました、館内施設。これ、壊れるの、いるの。足踏まないで、いちか。ダメ、踏まないで。で、今回は、おいとお兄とお兄ちゃんの奥さんと子供2人と弟6人、お母さんはいません。お母さんはいて6人で。一番お世話になってる。母が車椅子で、こうみんなで一緒に、泊まれる部屋って、すごく探すの大変だったけど、今回来れてよかったんでございます。でお食事はね、個室なんです。で、全部今回は私のおごりで、おごりでやっていこうと思ってます。ごちそうになりますね。はい、後ほど料理も皆さん楽しみにしておいてください。はい、はい、いいです。
聞く最強漬けの焼き白あえ串の銀杏で、一応今日の焼き物は米沢牛サーロインと米沢飛びました。どれが風景でしょう。12台11台の木が14台の言うの、言うの。これ、米沢牛？うん。もう柔らかい。え？柔らかいね。めっちゃ柔らかい。あんまりいろんな肉食べてない。うんまっ。これが肉目の。わあ。これはいい？なんかどっかも赤味噌の味噌してる。まだ。いいわ。よーい、ジャンプ。よっ、取れた。成功しました。おいしい？かきおいしいですか？はい、ちゃんと食べる映像をもらっていいですかね。お、いいですね。いいです、いい食欲。で、食べたら美味しいっていう顔もらっていいですか。はい、食べて、あ、全部いかなくていいです、大丈夫です、全部、あ、全部いかなくていいですけど、で、美味しいって、はい、美味しいっていう顔もらって、美味しいです、はい、ありがとうございます、いただきました。まあそれ用になってないから。じゃあお風呂行きますか。あ、あれ鍵かかってる。フロントまでも申し付け。あ、行きます？自分で行きます？行ってきてじゃん。で中もだから。なんか取る？え？あ、焼酎あるやん、ちゃんと。え？なんか取ってきて、ほら、焼酎がちゃんとある。貸し切り風呂。え、だから頑張れば最後の最後まで一人で完結できるかもしれない。え？僕は入ってるうちにここに待機ってことですか？それは無理だから一応待機ってことですか？一回戻っていいけど、だから看板を真ん中に立てておいてもらって、鍵閉まってるから大丈夫。今一枚じゃ、だからお湯が言わない時に来れないでしょっていう話。いや別にここにいてもいいっちゃいいけど。いや随分あるよ。やば、いや待って、いい、はい、ということでお風呂入りました。なんやかんやでもシャワーチェアがあるから、一人で入るというか、手伝ってもらえれば一人で入ることができました。ということで、お部屋に戻りたいと思います。一人で入ってない気がするけどね。やばい、マジか。なんか64かな感じ。顔パサパサ、やばい。はい、はい、行きましょう。はい、何これ、え、何、日本酒持ってきたの。え、朝から日本酒持ってこられた、やばい。やば、
かも口説き上手。なにこれ、これなに、タオル、タオルタオル、タオルはいいでしょう、もらっておきますわ。皆さん食べられましたか？いや、でもこっちはあ、でも内陸だから、あ、違う、醤油、違う、でも沖玉は蒸そうじゃん。あ、そうなの、じゃあ分かんない。見て、あれこも蒸しね。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございます。パパ、よかった。お、お医者さん、ゆじ、わーい、パパ、パパ、パパいないよ。いた、分かってんじゃん。いた、パパはいない。ちょっとマスク、ちょっとマスクして直したの？そう、発電機。いちかちゃん、お家に着きました。いちかちゃん、楽しかったですか？はい、楽しかったそうです。はい、毎年1回できたらいいなということで。ご視聴ありがとうございました。 いちかちゃん